工場猛牛乳業は中国のトップ乳製品国有企業である。猛牛をブランドとする牛乳や乳飲料、ヨーグルト、アイスクリームなど乳製品の生産を手掛ける。中国での全国牛乳市場シェアは主な競争者である入り実業を上回り主位を取る。正式グループ会社名は内猛子猛牛乳業、古墳講師古墳講師、香港証券取引所に上場している。 企業名としては、中国も牛乳業有限行使を使用している。モットーは、コンストラクティングザ・デアリー・キャピタル・オブ・ザ・ワールド。当初は牛ネ生前会長が創業した民営企業だった。2004年に香港証券取引所に上場した。2008年のメラミン事件をきっかけに、1年後国有企業の中国領有食品集団が資本参加し、国有企業になった。 2011年、四川省微山市にある工場産の紙パック牛乳から、基準値を2.4倍超過するアフラトキシンが検出された。乳業側は、ホームページで謝罪を行う中で市場には出回っていないことを説明した。2012年、デンマークのアーラフーズとフランスのダノンと資本提携し、品質管理は徹底改善した。 2019年6月にはザコカ・コーラ・カンパニーと共同でワールドワイドオリンピックパートナー契約を2021年から32年まで契約を締結。2019年10月、猛牛乳業はキリンホールディングスがオーストラリアで展開するライオン飲料の乳飲料事業を6億オーストラリアドルで買収することを発表。しかし2020年にオーストラリア政府が 海外からの投資案件の見直しを行う中で、買収話が難航。2020年8月になって、キリンホールディングスは売却の中止を発表した。中国猛牛乳業、チャイナメンニューカンパ猛牛乳業猛牛乳業02319、大手メーカー、猛牛の牛乳から、基準の2.4倍の発言性カビ毒、中国、レコードチャイナ、2019年1月20日閲覧。 中国猛牛乳業チャイナモンニューデイリーキリン HD 購乳飲料事業の売却中死亡中摩擦が影響か日本経済新聞2020年9月7日閲覧ありがとうございます